コロです。アイちゃんです。アイミンです。ワイワイチンワイウイエーイ。今日はちょっと私がやってみたかったね、はい、このスイカにお酒をぶっ刺すやつやってみようと思います。 YouTuber だぞ。 YouTuber さんしかやってるの見たことない、ね、そうやんな。うん、 YouTube 見てどんな味するんだろうと思ってちょっと興味あってね。まあスイカも旬ですから、ね、そうだね。夏といえばスイカということで、今回ご用意しましたお酒、こっちの3種類でちょっといこうかなと思います。これまずウォッカ。ウォッカ、このアルコールスイカでは結構定番らしい。アルコールスイカ界定番、アルコールスイカ、37.5% アルコール度数。ちょっと待って、あのシンプルな疑問としてさ、その刺してどうすんの。染み込んでいくんですよね、アルコールが。この中に、この中に。そうそうそう、だからアルコールの味がするスイカを食べます。いただく。アルコールが薄まるわけではないよね、まあ、多少はスイカの水分で、割るって感じかな。なるほど。ウォッカのスイカ割り。アルコールの前提の話していい？ね、水とか足したところでさ、このアルコール度数っていうのは変わらへんの？変わるの？それはそれで変わるんじゃん。一滴の 37% に水割ったらもうそんな水の味するからって考えると薄くはなるんじゃん。まあ、薄いとは。でもさ、 37% の度数のアルコールを一滴摂取したことに変わりないよ。まあ、でも分かる。いや、分かる。恐ろしいよね。恐ろしいなと思って。恐ろしい。私だって飲まないもん。口にしたことないもん。私も飲んだことない。ちょっと味見してみる？味見してみる。チロリしてみる。ちょっとペロペロペロリペロです。ラミは大丈夫です。ほんまにそう。えペロペロも感じといた方がいいね。それあ、これがアルコールスイカになったんだみたいな食べ方。あ、なるほどね。ほんまに染まってるかの検証もできるし。そうそうそうじゃあ敵で一滴の敵で5滴いったんじゃん。ほらわかんないよ。あ、すごい匂い。もうここで匂い。やばいかも。いただきます。うわ、やめたい方がいいかもしれない。結構強い。優しい。うん。ふわってなる。うざな。うん。喉がカットするやつ。ね。カットする。カットするやつやって言おうかな。でもなんかこう、邪魔はしない感じがする。確かになんか、相性良さそう。そして、ワイン。あ、ワインいいじゃないですか。ワインは合うんじゃないかなと思って、甘いしね。オーガニックワインっていうのを買ってみました。ねえ、素敵。そして、私の大好きなリオです。リオ。日本酒ですか？日本酒。ちょっとこのね、3種全部、すべて違うお酒をちょっと出していこうかなと思います。どうやるんですか？確かに、どうやるの？この、ねえ、どうしようね。この蓋のサイズにこう、はいはいはい。切り抜いたらいいらしいのね。3本一気にさせるの？これ。させる、もうもっと刺してたよ。サムネとか結構な、そういう表現してるもんな。全部受け止めてくれるってこと？受け止めてくれる。すごいじゃん。書いていい？おわ、当たりをつけますね。これが、本気ですよ。いきますね。めっちゃいい音する。うまいやん。おー。どう？おー。めっちゃうまい。ほんと？うわ、スイカの匂い。って聞こえたような。え？普通に食べたいよね。でもこんなに綺麗に切れるもんない。めっちゃ綺麗だけど。本当に？すごい。去年はさ、かき氷にしなかった。したな。かき氷した。フルーツ氷したな。ね、したよね。スイカもね。地味に大変だった撮影ランキング上位。そうかも。凍らしてたから溶けんように急いでせなあかんみたいな。そうそうそう。時間とでしょ。ちょっとここに寝れそう。めっちゃ眠いね、うん、今実は。ご飯食べて。いっぱい食べて。めっちゃ暑い。一応かわってたんやけど、ちょっとめっちゃ眠たい。もう絶対眠くなってるやろなと思う。もう赤ちゃんじゃない。なんか眠い。体温高くて。よし。あ、開いたよ。開いたよ。え、ちょっと一人一つしようや。そうしようか。はい。いくよ。うん。いきますよ。せーの。ちょっと。ちょっと待って、むずない？むずむずむず。だってさ、多分横行って、うってすなあかん。あー、一個、
こういってうってやってこうやってうっていって、うんうん、差し込むって協力プレイヤーこれ1個ずつやわ、これまあさっきから行こうかじゃあ効果から行こうか行くよ。すごい、行った瞬間ってな、待って待って、これワイン、うん、みんなうまくない行きますよ、最後。おー、うまっ。おー、いいね、いいね。ちょっと、ミオ、こっから太くなるっていう、ちょっと。あれそうなんだよね。大丈夫いけるのかな、これ。しかも、スパークリングだもんな、ミオ。そう。シュワシュワしてる。ミオ、なんか、やばそう、ミオ。ミオだけやばそう。炭酸って、向いてなかった、もしかして。おー。ミオ、やばそう。ミオ、やばいな。これどうなったら終わりなのこれ。ある程度染み込んだら。おお、感覚やな。一旦このまま放置してみましょうか。はい、はい、つけてみます。声優三姉妹チーム Y。 さあ、あれからどれくらい経ちましたかね。1時間弱くらいかな、うん、なんと最初ね、ちょっと一番不安だったミオがもうほぼないです。ゴールに近づいています。すごい、もう吸い込まれてる。見えるかな。見えるかしら。もうほぼ飲んじゃいました、うん、ただね、ここら辺は、まあ、少し減ったかなっていう感じなんですけど、ここいらでちょっともう様子を見ていこうかなと、ね、で実食していこうかなと思います、はいはい、これ取った方がいいんだよね。 どうやってんの皆さん。入刀したない。ちょっと怖いよ。ミオはいけるけど頑張ろう、共同作業やな、うん、今のダメンズどうなってるか見たい見たい、見たい。あ、今の様子。そうそうそう、じゃあ切ってみるこれで、うん、おいおなんかジュブって言ったジュワって落としたな、うん、あ、もうだってなんか舌立ってるもん。でもミオこっから追い上げ追い上げラストの追い上げ見せてますよ。開けそうじゃん。これ行くか、出そうか、行くよ、はい、うん、え、美味しそう。あれ、サングリア的だね。はいはい、ちな、少年心を駆られますよ。入ってみたいな、うん、宇宙人住んどるやろ、絶対。そうなんな、ほな、はい、おっかさん、あー、いいと。おー、ややヘリ。うん、ややヘリですね。本命やったのにな。そうだね、ほんで。かわいい、見て、かわいい。これさせたらもっといくんちゃった。じゃあ自分かも。頑張ってほしい。入ったな。ちょっとね。こっちから出てきた。通路だから、ほら、繋がってるから。通路だから。あ、でもそんなガンガン行く感じではないわ。むしろさ、あの。やってた。これやってた。そうそう、はい、すぐ。出てるね。涙。これ止めといた。止めといたらこれ。こっちで止めといたらこれ。これで。なるほどね。どう？でも反対側からも出てるような。止めとこ。うん、なんかポコポコ言って。うまや。ちょっとさ、空気入れてあげた方が。うん、分かる。ま、待って。ここ開ける。新たな穴を作る。うん、ここは。のてんな。あ、確かに。こっち確かに染みてないな。そう、その辺多分。この高めのここっていうのにしようか。ちょっと厳しいな。え、なんかさっきとなんかマークつけただけでなんかこう匂いが、なんか違う気がする。うん、まあ、うん。うま。え、やってた。やってたよ、なんか絶対。厳しい厳しい。
どうに、ウリの匂いしかしない。ウリの匂い、うん、ではいきます。そうだよね。スピードが勝負かも。ちょっとみんなびっくりせんといて。あ、うん、結構すぐくるね、うん、おー、うまっ。うまっ。まだ酔ってないです。そうだよ。チームワイ。すごい、これどっかから出てる。うん、出てない。めちゃめちゃ入ってくで。え、どこに。え、確かに、どこが入って。え、もうめちゃくちゃ飲んでる。うん、ちょっとだけ出てる。え、めっちゃ飲んでるで。もう行くから。うわ、うん、美味しいかな。わかんない。はい、行きました。どこに。ほら、でも見て、吸ってるよ。ほら、若いな。ほら、ぐんぐん、ほら、吸ってる。しゃ、行くか、もう、行きましょう。来た。行きますよ、皆さん。行きます。お酒を入れ込んだスイカの断面図、こちら、じゃん。おー。お？見た感じは、普通の。まあ、強いて言うのは、ちょっとだけふっくらしてるような気もするような。あと、なんか、ちょっと色味が。変わってるような感じがするね。うん、美味しそうなスイカだね。うん、みずみずしい。うん、きれいに切れた。ね、すごい綺麗だ。ここ特に最後にポッカを染み込ませた。おかえりや。うわ、そっか。うん。いただいてみる。いただいてみようか。いただこう。はい。すごい。うわ、夏や。夏やな。めっちゃいいやん。うわ。あ、匂いちょっとだけするかも。ちょっとだけウォッカを感じるかもしれないです。うん、確かに思ったよりせえへんな。うん、うん、基本スイカのまま、うん、あ、アルコールの感じな、ちょっとする、うん、初めてのアルコールスイカ、いただきます。うわー、おー、すごい。あ、おいしい、おいしい。ちゃんと染み取る。すごい、お酒。あれ、うんうん、でも思ったよりいける。うん、そんなに強いの。こっち場所によるかもしれない。知ってる。だって見て、ここ穴だもん。あはりはりー、塊で今衝撃です。個体のウォッカ来た。個体のウォッカ、やばー。 37% の個体来たの。やばい。え、私んとこなんかちょうど下なのかな。なんかすごい甘くて、ほんのりアルコール効いてて美味しいよ。すごい強いお酒。え、めっちゃ美味しい。強いお酒いける人だったら、うん、すごい美味しいと思う、うん、これ。でも全然混ざってる。ほんまに、うん、全然。おお。あれ、アイミ。グッドモーニング。おはよう。逆にすごい染みてる。すごいね。初めて。アイミ初めての方との出会い。あ、でもちゃんとなんかミオっぽい日本酒っぽい味もなんかね、あ、分かるかにするよね。そうなんや。うんうんうん、私ワインエリア行きたい。ワインエリアどこや。こっち。これミオじゃない。あ、ワインか。ここ、こう来てみようか。うん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 。でも好きな人にめっちゃ好きやろ。うん、めちゃくちゃ好きだと思う。めっちゃ美味しい。美味しい、うん、じゃあこれがワインかな。はい、ワインです。いただきます。ワイン、どうぞ。ミオだけゾーンがさ、あんまりなかったから。この辺だとそうなる。そうなのね。完全なるウォッカかな。おお。完全なるウォッカ。いいですね、パワーやな。やっぱすっごいみずみずしくなってるね。うん、滴ってる、うん、すごい切り方してるけど。完全なるワインを。ワインどうぞ。いただきます。うわ、みずみずしい。あ、ワインだ。本当、うん、ワインだ。全然違うもん、さっきのと。嘘。そうだ、うん、よかった。うんうんうん。ミオも売ってるよね。ミオだ。ミオ、ミオだ。あ、まあ、うまい。スパークリングはどう。あ、感じない。美味しい。ほの、でもほのかくらいかも。強くない、やっぱり。飲み込めてないやん。やばい？こい。全然日じゃない。こいつはすごい。最初食いって言った時思い出した。これ一番濃いかも。甘っ。あれ？あそこまで。あれ？甘いわ。え？あ、ちょっと。些細な側が大事なんだ。なんか場所によって味が全然違って面白いね。うん、
え、ワインちょっと食べたい。確かにワインになる。いきます、いきます。うん、ね、確かに、うん、ワインや、ワインだ、ワインやな、すごくいいよね、うん、フルーティーで、ワインだ、うんうんうん、爽やかよ、うん、スイカサングリアだ、はいはいはい、すごい面白いね、面白いどれも結構好きかもしれない。お、うん、え、ミオ強いところってどこなんやろ。スプーンで走ってみる。これやばそうな色してるもんね。ここじゃ、ここはもう、もう混ざってそうだね、この中心は全部が、いやすごいと思う。これさ、スイカの味する。え、真ん中、うん、え、待って、すごい、うん、ジュクジュク。え、これ心臓薄すぎて届いてないかも、真ん中。なるほどね、届いてないんだ、うん、まだ意外と手前とかの方があれかもしれない。うん、本当のアルコール感じないわ。ほんと、うん、シンプルに純粋なスイカとしても楽しみ。うん、うん、ちょっとほのかに感じる、うん、チーム Y なんか混ざっちゃってさ、味なんか分かんなくなっちゃうと思ったの。うん、思ったよりしっかり、うん、分かったね、うん、ね、この味、うん、面白かった。すごい、すごい、なんか大実験をした気持ちになった。ほんまに、あ、でも美味しかったな。美味しかった。結構ウォッカがやっぱアルコール度数きついからさ、うんうん、ちょっとなんかしんどいかなと思ったけど、相性よかった。甘みのあるスイカとぴったりでよかった。確かによかったな、うん、ワインも甘くて美味しかったし、ね、日本酒絶対合わないと思って正直入れたんだけどさ、うんうん、全然邪魔しなかった。おおおおお、面白い、面白い、なんか熱くなったね。熱い、うんうん、もっとね、いろんな種類入れたらもっといろんな味楽しめるかもしれないし、それになんかお酒じゃなくてもジュースとかでもな、うんうん、すごい相性良さそうだから、このレモランがな、合いそうやなって話してる。絶対合うと思う、美味しそうこれね、うんうん、いや、ごちそうさまでした、美味しかった、うん、夏できたね、うん、ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。